先制ゴールを挙げました豊島選手に来ていただきました。おめでとうございます。ありがとうございます。まずゴールシーン振り返っていただきたいんですが、人数をかけたいい形でのゴールでしたね。まずマテウス・サビオ選手が前を向いた瞬間にスペースがあるのを把握してたので、まあ、きっと彼なら出してくれると信じて走り込んで、まあ、トラップがいいとこ置けたので思い切り振るだけでした。前のポジションにいる以上ゴールに直結するプレーを見せたいと話していました。まあ、この公式戦4試合で2ゴール目です。ゴールへの意識、その言葉通りのものが見えましたがいかがでしょうか。まあ、結果で示すことでしか評価されないと思うので、それを今少しずつできているんではないかなと思っているので、そこはポジティブに捉えています。ゴールの後はゆりかごダンス、三つ丸選手へのものだと思いますが、あれを決めていたんでしょうか。そうです。まあ、リーグ戦でもやりたかったんですけど、なかなか決めなかったんで、まあ、今日勝てば、あとはゴール決めればやろうというのは決めてました。今チームが自信を持っているという話をされていました。この勝利でそれをまた確信に変えることができたんじゃないですか。この暑い8月の時期に迎えでこう進められているのは非常に自信になりますし、ファンサポーターの皆さん含めて一つになって進めていると思うので、もっともっと良くしていきたいなと思っています。そして2017シーズン以来の6シーズンぶりベスト4天皇杯ということになりました。タイトルに向けても一言お願いします。天皇杯取って今年タイトル取るっていうのを目標にしてますし、その先にアジアの戦いを待っていると思うので、柏から世界へっていう目標もある中で、それをどんどん突き進んでいきたいなと思います。おめでとうございます。豊島選手にお話伺いました。ありがとうございます。